ミュージックステーションのゲスト嵐、そしてまずは大野さんに来ていただきました。どうも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今日の M ステカメラのテーマがですね、はい、今だから話せること。今だから話せること、ぜひよろしくお願いします。そうですね、ちょうどいつだろうな、2ヶ月前ぐらいに、あの最近僕ロケであのキャンプロケしてるんですけど、2ヶ月前ぐらいに初めてプライベートでキャンプに行きましたね。一人ですか？あのひろしさん、キャンプ好きのはい、ロケでずっとひろしさんと一緒だったんですけど、プライベートでひろしさんとキャンプに行きましたね。一泊で行きました。やっぱりね、ハマりましたね、やはり、はい、まあなんかカメラが回ってない中での本当のキャンプだったんで、またそれもまた違った感覚になりましたね。まあ今でも話せる話なんですすいませんでした、いやもう新しい発見でしたね、ありがとうございます。続いてはニノ。横のつながり来たの？お願いします。今だから言えることですよね。これは本当に言ってないし、まさに今だから言えることだなと思うんですけど、嵐はよくこう M ステには本当にお世話になっていて、まあそれこそ年末のスペシャルだったりとかフェスとかもうかなり出させてもらってるんですけど、3時間2時間スペシャルの時にまあまあ高い確率で本番でトイレ行ってます分かってますよ、それダメなの分かってる、本番なんだから、生放送なんだから、分かってますよ、分かってんだけどどうにも止まらない、俺ばっかりは若い時はね結構ずっと座ってられたんですけどね、最近ちょっとトイレが、今日はまあ本当にレギュラーということで1時間もう本当にまさにもうあっという間に過ぎ去っていくので今回ないですけど、今後もし二宮ね、嵐が出てる時に二宮だけいないと思ったら、あ、行ったんだなと思っていただけたらと思います。またすっきりしました。続いては相葉くん、お願いします。そうですね、今だから話せることなんだろうな、結構いい洗えるマスクを買ったんですよ。なんですけどつい最近気づいたんですけど、ずっと上下逆でつけてましたなんかこれいいやつなのに、ここ痛えな、耳がなんかすごいなんか突っ張るな、痛いなと思ってたら逆でした逆にしたらめちゃくちゃ快適、やっぱりいいやつはいいですね。はい、今だから話せる話でした。次は桜井くんです、どうぞ。今だから話せることということですけれども、ジャニーズジュニアの時なんでもう20年以上前ですかね、時効だと思っていただけたらと思ってます。8時だ J の時にみんなで8時だ J ってやるんですけど、なるべく映らない場所にいるか人の陰に隠れてやってました。ですので僕は指しか見えてないことが多かったです。なんか思春期だったんですかね、ちょっと恥ずかしかったんですかね、真ん中にこう前に出ていくのが。なのでもうちょっと自己アピールすればよかったなと今は思っております。関係者の皆さん、その説は大変申し訳ございませんでした。さあ続いては松本くん。松本潤です。今だから言えること、それはですね、つい先日関ジャムに出させていただいたんですが、関ジャムに出るまで私はテレ朝にミュージックステーションでしか来たことがありませんでした。もっと出させてください、よろしくお願いします。というわけでこれから M ステ始まります、ぜひご覧ください。